はい、皆さんこんにちは、アイリスです。早速今日も、アイリスの簡単中国語講座パート2始まります。前回はしについて教えましたよね。皆さん覚えましたか？じゃあ今日はよについて教えたいと思います。よは英語の have とだいたい同じ意味です。だいたい、あと持っている何々があるという意味で使います。それじゃあ今日の例文を一緒に見てみましょう。 A 你对这个有兴趣吗？咦，那是什么？好像有西兰花插花大赛，我觉得很适合你。我根本不会插花。放心，我这里有很多西兰花。下キャンペーンやってるね。やってますね。やってます。この例文の中に出てきた我有很多西兰花、私は大量のブロッコリーを持っていますという意味です。この間パート1の時に、いや違う、なんか言いたいの忘れてきた。あ、い、う、え、お、え。この間パート1で、皆さんに教えたんだけど、是を否定したいときに不をつけますけど、今回の有は否定したいときに不じゃダメですよ。めをつけます。なんでだろうね、なんでだろうね。我没有西兰花、これは私はブロッコリーを持っていませんという意味です。でも質問したいときはしと同じでまをつけたら大丈夫です。例えば你有西兰花吗？你有西兰花吗？あなたはブロッコリーを持っていませんか、という意味です。興味があるとか時間があるとか、目に見えないものもよを使いますよ。例えば、私は興味を持っているわ。我有兴趣。我有兴趣。あとは、私は時間があるわ。我有时间。我有时间。皆さん、今日のアイリスの簡単中国語講座終了。よについて皆さん覚えましたか？もし復習したいならもう一回見てくださいね。それじゃあまた次回、バイバーイ。次回何しようかな。この動画が参考になった人はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。文法や発音など中国語の基礎はサイトに載せてるので、しっかり勉強したい人はチェックしてくださいね。バイバイ。